はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。今ね、ちょっとね、気になることが、あちょっとね、コメントであったんで、調べてみました。はい、何がかというとね、タイのリックのね、えー、線の水水管が台湾沖で、えー、事故ってね、えー、沈んでしまったっていうことを言っていらっしゃる方が何人かいるんですよ。で、私気になって、私、台湾のね、テレビをいくつか放送局フォローしてます。はい。 えー、ニュース全部確かめました。ありません。えー、もしこれが本当だったら、台湾でこれすごいニュースになっててもおかしくないですよね。おかしいんですよ。あのー、台湾の YouTube のニュースには、一個もそんなこと言ってませんけど、これどっからそういう話が出てきたのか、あ分かってる方いらっしゃったら、私にお知らせください。 はい。ええー、まあ、その根拠となるものですね。えー、お知らせください。台湾では一切何も報道されておりません。そういったこと。えー、これがね、本当だったら重大ニュースでトップニュースになるはずなんですよ。はい。トップニュースになるはずです。えー、でも今のところ台湾のね、二つの放送局、私、あの、両方とも、えー、フォローしてます。これ、一応貼り付けておきますね。はい。 えー、まあ、中国語なんですけど、まあ自動翻訳で訳せばわかるんじゃないんでしょうかね。えとりあえず、何て言うのかな。ニュースのテロップだけを見たらそういったものは全くありません。はい。えー、なので、これがどっから出てきたニュースなのか。はい。えー、それの根拠がね、わかっ っってたた方がいいいららししゃったらあどうぞお,お願いします貼り付けてくださいえ大陸側のニュースなのか、日本側のニュースなのかね、えそれともえ、台湾で何かそういったあ新聞記事になったのかということです。はい。えー、そういうことです、えー。もしね、これが本当だとすると、まあ私のね、陰の暴論的な見方に、はい、見方をすると、えー、まあ本当でね、 えー、これをね、誤魔化すために、えー、C の国はいろんなことを言ってるんじゃないかっていうね、えー、そういった見方があ一部広まっているようなんですけど、私の見方を、 言いますとねもしこれが本当でその C のね元のね視力の潜水艦がポシャったらはいポシャってしまって沈んでしまってね大変な状態になってますよっていうことだがあこの計画とこのね排水の時期と、えー、まあ1日ぐらいずれてるみたいなんですけどもし重なってるみたい重なってるんでしたらこれはグルグルですよはい。 C、えー、の国に、えー、日本のーアウト政府が協力しているということになりますよね。はい、誰が考えてもそれ明らかです。C、えー、の国があーごまかすためにね、それをごまかすために、えー、やっているんだとすればですよ。はい、やっているんだとすれば、それを日本のせいにしてしまえって言うんだったら、まあ、ぐるですよね。だって、その時期狙わなくたっていいはずなんですから。 日本のね、アウト政府は。そうですよね。もうちょっと置いときゃいいんですから。簡単なことです。これも、ロジックとしてはね。えー、なので、もしね、これが、この、言われていることが本当で、C の国のね、元の視力の、まあね、ね、えー、サブマリンですね。サブマリン。はい。えー、イエローサブマリンでございますね。はい。サブマリンが、あまあね、えー、本当にポシャってしまって、それ、 をねごまかすために、えー、C がー文句を言ってきているはいえじゃあどうして重なるんでしょうかっていうことですよねはい日本のあの排水とはいえー、そういうことでございます私もしこれが本当だとすればあいわゆるね、えー、グルですはいグルです協力しているということになります日本のアウト政府はね。 はい。これ、割と簡単なロジックだと思います。はい。え、だってね、そんなことするんだったら止めればいいだけの話なんだから、排水を。やめりゃいい,だいいだけなんですよ、排水。簡単な話なんですよ。で、あんたの国で原子力潜水艦あんたポシャったでしょって。えーもう、今もう日本排水してないからね、えー、なんか見つかったらあんたの国のせいだよって言えばいいんですよ。 話なんですよ。はい。なのでもしね、えー、これが本当の話だとしたら、これグルです。はい。日本のアウト政府と C の奥にはグルということになります。<laughs> もう本当これ簡単です。でもね不思議なのは、えー、まあ、当事者のねタイのワンワンで何も報道されてません。はい。えー、大騒ぎします。多分本当だったら。 はい。今頃大騒ぎしてます。でもね、えー、タイのワンワンのニュースのテロップにもなってません。はい。えー、そういうことです。とりあえずこの2つの放送局の、えー、まあ、有名な放送局ですよ。私が、あのー、なんて言うのかな。台湾にいた頃から3つしかなかったんですけど、テレビ局ね。えー、まあ、はあれですから、そのうちの、 2つ入ってますからねでそういうことなんで皆さんはいえーえー、ちょっと冷静になった方がいいですよでもしこれが本当だったらグルですはい、えー、はっきり言いますグルです簡単だから理由ははい理由簡単です、えー、止めりゃいいんですよ日本の政府がで、えー、うちでは排出してないからって あんたんとこのでしょって言えばいいだけの話なんで、はい。えー、なので、えー、これがね、もし本当のことだとしたらグル。で、えー、まあ、不思議なのは台湾の報,報道で何も言われてないんですよ。はい。大騒ぎしますよ。これ本当に。あの、台湾の人たちのね、えーあ、まあ、なんて言うのかなあ、マスコミですね。あの性質を私知ってるんで、 えーまあ、住んでたんででたねね台湾には、ねえー、なので性質知ってるんでね、えー、いくら観光例が引かれてたとしてもあの人たち大騒ぎしますから。はい えー、そういうことでございます。もしそれが本当の話だったら、日本政府と、おいわゆるうー C の国はあ協力して、えー、やってるということですね。はい、表面上は見せ、あのー、反対してるように見せかけて。そういうことですね。えー、とりあえず、この2つの放送局のお、まあ、あ URL 貼っときます。はい、えー、YouTube のね。 えー、お確かめください、ご自分で。はい、そういうことでございます。はい、えー、まあ、2つ3つそういうね、おいご意見があったんで、確かめてみました。はい、えー、それでは皆さんまたごきげんよう。私の意見は、あそういうことです。本当だったら、これは C と日本が。 ぬっぽんがね、えー、ぐるぐるということになりますね。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。あら、かわいいですね。見てた。おててですね。